鳴り響く警告と胸の鼓動が一致する。人間らしいノイズはない。自分に与えられたオーダーと遂行までの所要時間、7人の敵の配置、1対7という戦局を覆す決定的一撃の有無、その行使のタイミング、そういった順序立てた行動原理をカナンは考える必要がない。全部その時の直感か。硬い靴底を叩きつけるよう走る。足音はことさら大きく車両にいる護衛を引きつける。上だ上だ。ああ。そんなに撃っちゃっていいんですか。護衛兵の対応は早い。連結部の扉が開かれる。最も足が速く対応の速かった護衛兵が扉を抜けたと同時に、時速80キロで疾走する列車の屋根から大砲のように赤い障壁が現れた。うわ、かっこいい。続いて2連射。ベレッタの軽量なスライドとショートリコイル機構、反動すら計算したトリガーコントロールは瞬時に敵2人の眉間を撃ち抜く。え？オートマチック拳銃や機関銃に使用される自動装填のメカニズム。銃弾発射時の反動を利用して素早く次の弾を装填する。どれどれ。ん？パン？え？もっと連続でやってくれるのかと。射撃において銃の引き金を指で引くための技術、正しく訓練されたトリガーコントロールを駆使すれば銃のブレを抑え弾道を安定させ命中率を上げることができる。ブレも計算してね。それで3人。通常なら問題なく成功していた攻撃は、しかし、獲物は2名にとどまった。あら、攻撃は失敗。敵を一撃で4名に減らす機会は失われた。カナンの店ではなく敵の対応を褒めるべきだろう。強いのね。こうなっては敗北は時間の問題だ。正面から1対5の火力は覆せない。座席に隠れているという同じ条件ならなおさらだ。かっこ撃破の敵をはずもない。数で勝る敵はいずれ制圧射撃でカナンの頭を押さえその隙に突入してくる。逆にこちらから突入を試みても座席から体を出した時点で敵のバレージの餌食になる。どうしようどうしよう。座席の陰で息を吐くカナン。互いを見えざる位置に置いた一瞬の凍結、その感激で捉える必要はない。します。援護。カナンは確かに護衛たちのハンドシグナルを絵として視認した。今のは言葉に発してないんだ。あ、護衛たちの移動の振動、呼吸音、火薬の匂い、それで十分。条件は同じではなくなった。見える、見えるぞ。五感がたった一つの知覚とかす。ここはすでに彼女の庭。床や壁の角度、木製座席の強度と位置、湿度、表面の摩擦、果ては1秒後の振動まで感知できないことはない。五感すべてをもって脳内に再現された車内は完全に現実と一致する。それは計算によるシミュレートではなく、あるものを当然のように把握する生物として極めて一般的な機能であり、あとは自立する敵兵が自ら情報を提示するのを待つのみだ。おい、どうした。ありえん。この位置から撃たれたら。なんだって。護衛たちの動揺が伝わってくる。当たるはずのない射撃、眉間を撃ち抜かれた仲間。抑制されていた敵の呼吸が大きく乱れていく。予想外の攻撃への困惑はやがて恐怖となり、いずれは敵に単純な力押し、軽くに物を言わせた攻撃を選択させる。そうなればカナンの打つ手も限られてくる。その前に先手を打たねばならない。敵は軽くの優位を疑わず、事実それを実行されてはカナンには打つ手がない。先ほどの方法でもう一人は倒せるだろうが、同時に残った護衛兵に踏み込まれる。カナンに残された選択は、遮蔽物を放棄した打ち合い。正面から一息のうちに4人の兵士を倒さねば敗北する。はい、乾いた笑いは敵のものか。
リーダーらしき護衛兵はカナンの眉間に向けて引き金を引き、あまりに現実離れした光景に我を忘れた。銃を拾う。火力の補充ではない。彼女が頭に思い描くやりたいことはちょっとベレッタだけではできないからだ。何をしてる？撃て！二丁拳銃。一瞬の間を置き護衛兵の一人が叫ぶ。制圧射撃と呼ぶにはあまりに統制のない装甲。敵の動きを制限させるための射撃、遮蔽物などの背後にいる敵などに対して行われ、動きを封じることで自分たちに有利な状況を作る。先ほどの人間技とは思えないカナンの動きを振り払うように4人は銃を乱射する。そう、仮に筋肉の動き、銃口の角度、空気の微妙な動きで銃弾の軌道を予測できたとしても、隙間なく飛来する弾撃を、弾丸を避けることはできない。なのでその嵐が来る前に彼女は外へ飛んでいた。外に？ああ。この列車が動くのを利用してね。で、何に捕まるの？おい。そんなことがね。で、動画で見てえな、ここはな、ぜひ。かっけえ。軽く息を吐いて五感の統一を解く。必要とされたオーダーは一息のうちに4つの標的を粉砕すること。実に単純明快だ。列車の窓から飛び出し、外から銃弾の雨を浴びせた少女は、ほら見ろ。今更だけど、サーカスっていうのはこういうものだ。派手でよかったね。そう愚痴りながら鮮やかに列車に舞い戻ったのだった。なんと。戦闘車両に配置された護衛兵はクリアした。目的物の奪還が完了し、敵戦力を排除したい今カナンは速やかに撤退しなくてはならない。チャムと通信を取りたいところだが、不用意な電波発信は避けるべきだ。まあ、シャムに救援はいらないだろうけど。そうかな。心配なのですぐに戻りたいが、それではシャムを失望させる。今戦闘車両にいるのは自分だけで、後部車両に戻ってまたここに来るのは時間のロスだ。機関室に行って列車を止めさせた方がいいのかな。ことが発覚した以上、このままアンモンへはいけない。シャムとカナンは途中下車をして行方をくらまさなければならず、そのためには列車を止めるのもやむなしというか。あ、匂いが変わった。カツンというトゲトゲしい足音。銃を撃つ際に起きる絹ずれの音が衝撃を伴ってカナンの肌に叩き込まれた。何？後部車両の戦闘はサダカの参加によって決着した。護衛兵たちはサダカの攻撃で2名を失い、体勢を立て直す間もなくシャムによって粉砕された。相変わらず手荒いなシャム。もういい歳だろう。体を撃たせるようなやり方はよせ。歩み寄る定か。護衛たちの沈黙を確認し、シャムはようやく臨戦状態から警戒態勢へ移行した。今回限りだ。お前が来ることは分かっていたからな。せいぜい目立つ的になって連中の背後を明かしたかった。二人はわずかに気を緩める。何年かぶりに二人きりになったというのも作用していたのかもしれない。しかし、らしくない戦術だ。どうして後ろの車両に下がらなかった？優位な地点を確保しながら徐々に後退すれば、敵の戦力分散も誘えたはずだ。なんで？この車両を戦場にする意味はない。意味があるとしたら、乗客たちを背後の車両に逃がし、彼らの安全を確保するぐらいだ。まさかとは思うんだが、ちょっとした正義感かい？雇い主への配慮だ。ことが発覚した以上、我々の素性は知られるだろう。解放戦線に雇われた側として、お前たちへの悪評を立てないよう努力したつもりだが。ウーア、今回の件はウイルス兵器なんてものを持ち出そうとしたイスラエル側に非があると。あくまで我々が鉄槌を下すのは彼の地の盗っ人どもだけだと。なるほど、それは少し嬉しいんだが、同時に
後味が悪いな。それはどういう？どういう？だってお前も私もトロウほど嫌いなものはないだろう。せっかく守ったのに無駄な努力をさせてしまった。え？何？さて、二つ断っておくよ、シャム。一つはケースを譲ってもらうこと。一つは、一人残らず消えてもらうことだ。この女！目撃者も当事者もまとめて掃除させてもらう。後部車両から銃撃と悲鳴が響いてくる。後部車両に避難した乗客たちを無慈悲に撃っている者がいる。解放戦線側のエージェントはお前たち二人だけだな。私も個人的な部下を何人か連れてきていてね。何？後部車両で働いているのはそいつらだよ。悪いな。お前がせっかく体を張って保護したというのに。信用できるんじゃなかったのかよ。解放戦線を裏切ったのか。なんだって。裏切るも何もない。解放戦線において私はただのパトロンだ。それこそ定かを施したに過ぎんさ。今じゃ原理主義者に武装闘争のお株も奪われている。いい加減この辺りが縁切り時だ。原理主義者？宗教上の教義などを絶対視する人物。ここではイスラム原理主義者を指している。中には反米反イスラエル主義を主張する怪奇派もおり、幾度となくイスラエル軍との武力衝突を繰り返している。殺戮は止まらない。皮肉なことに後部車両に逃げ遅れ戦場となったこの車両にいた数名だけが今も震えて生きている。それも乗客の始末を終えた何者かがこちらに現れるまでの命だが。矛盾している。なんで？そのトランクがあれば解放戦線もお前の望み通り物騒になるはずだが。そうだよ。その通り。これがパレスチナ側に渡ればイスラエル側も黙ってはいまい。だが戦力に劣るお前たちは最終的にこいつの封を開けるだろう。そうなっては困る。何しろ米軍にこいつを払い下げさせたのは私だからな。何？この女。欲しいには医者。それもとびきり物騒なね。しばらくするとこんな噂が流れる。米軍流出の生物兵器が輸送途中にヨルダン国内で襲撃され奪われた。輸送計画はイスラエル強硬派、襲ったのは解放戦線、ウイルスは誰の手に渡った。どれも真実はわからない。だが緊張だけは高まる。欲しいのはそれだけだ。ハルブはよろしくない。こういうおもちゃはきちんと使い方が分かっている人間が管理するものだ。これは政治的な茶番だ。それも特別悪質な。運んだ側も襲った側も見物の行方が分からなければ疑心暗鬼になり、中東の混乱はますます進行する。イスラエル側はこの件を知らないのか。ウーアの試作品の取引は強硬派の独断か。ああ、イスラエル側の総意じゃない。隅に追いやられつつある老人の悪あがきだ。今頃は連中も大慌てだろう。身内が何の相談もせず自分たちの家に致命的な毒を運び込もうとしているんだ。まあその老人にとってはこれもイスラエルのための善意なんだろうがな。お前の口癖通り、信念というのは実に迷惑だよ。初めからこの作戦に成功などなかった。彼らは踊らされていただけ。その人間が一番欲しい情報を欲しい形で与える。あとは主役にまみれた連中が分かりやすく動いてくれる。それは混迷だけを望むインスティゲーターの常套手段だ。インスティゲーター？情報操作や宣伝などを駆使し、政治的軍事的な目的を果たそうとする活動家のこと。優れた先導は、大部隊を派遣する以上の効果を発揮することがあるため、世界各国の軍や政治組織で研究されている。先導者。なるほどな。そして俺たちが死ねば
解放戦線も奪還に失敗したと判断するか。お前こそらしくない。そんな必要はないだろう。対立を煽るバカな。今さら第三者が油を注がずともこの地の火は消えん。そうだよ。そうだな。この程度のコントロールは私が手を下すまでもないんだが、今回は他にも理由があった。ウーアの管理とお前の始末だ。え？お互い因縁だな、シャム。なんで？お前には2年前ウーアの実験を阻止できなかった負い目がある。ウーアの輸送が行われるとすれば必ず食いついてくると分かっていた。そんな、お前を始末できるとしたら、それはもう私ぐらいしかいないだろう。もっともお前がここまでふぬけていたとは思わなかったが。なんでや。当事者の口封じか。ウーアの存在を隠すのに俺が邪魔になったのか。そっか、カナンちゃんも。ああ。だが決めたのは今じゃない。私は初めからお前を始末しようと思っていた。なんで。俺がウーアを知ったのは2年前。お前とは4年前からの付き合いだが。だからさ、お前は私の素性を知っている。生まれとかそんなどうでもいいことじゃない。兵士としての私の癖を知りすぎている。そんな。性能の暴露は機密であることを武器とする兵器において大きな欠点となる。彼女がこの先破壊を撒き散らすテロリストであり続けるために、シャムの命は今ここで確実に立っておかねばならなかった。まさかな。そんな。極めて個人的な機密保持とは。この女。俺も買いかぶられたものだ。それでカナンは俺のついでか。ああ、あれがウーアの生き残りであることも知っている。お前と同じ問題だよ。致死率 100% だったウイルス兵器の生存者だ。なぜ、どうして生き残ったのか。生存者分析は貴重なデータになる。だからサンプルって。人材の調査、兵器の不具合の調査に来たと彼女は言った。すなわちウーアの生存者と性能限界に関する情報収集。彼女の本線の仕事は初めからウーアだけに絞られている。ウーアを利用する者として唯一の生存者を直接確認したかったと。本当にそれだけか。それ以外に理由はない。サンプルとして生きたまま捉えたかったが、あれはもういい。少しばかり特殊すぎる。扱いやすいサンプルとは言えないし、憎しみに駆られて今頃は無駄死にだ。どうかな。後部車両の処理完了しました。こちらの処理が済み次第撤退の準備を。少し待て。え？機関部の同志との合流が遅れている。ヘリに連絡は入れておけ。生存者が減っていく。仮にまだ息がある生存者がいるとしても手当てをしなければ直息耐える。ヘリだと。ヘリがいるんですか。何しろこの列車は直脱線するからな。なんだって。その後歩いて帰るわけにもいかんだろう。イスラエル側も無能じゃない。撤収は早いだけいい。徹底した後始末だ。車両への細工は難しかった。おそらくこの先のレールに爆薬が仕掛けられている。列車破壊には至らないが、残った乗客を始末するには十分だ。一刻も早く列車を止めなければ残された乗客に助かる術はない。ウーアに手を出した者と、それを奪った俺たちと、列車に居合わせた人間は一人残らず死亡する。やりすぎの嫌いはあるが、筋書きとしては合格点だ。だが、やり通せるか。そうだよ。まさか、あの小娘に期待しているのか。いびつに笑う。それは終始冷めていた貞子とは思えない醜悪なあざきりを持った笑いだった。まるで使えない。少しは見込みがあると思ったが、あんなのは論外だ。ウーアの憎しみで我をなくし、自らの性能を誤った。がっかりだ。お前の手腕も地に落ちたな。え、まだ確認してないんじゃないの。致命傷を受け瀕死にあるはずの声は力強く、
そういえば機関部に送り込んでいた彼女の部下はなぜこんなにも遅れているのか。何が言いたい、なんでかな。シャム、どうということのない自明の話だ。恐怖を知っている者は憎しみでは動かない。カナンはお前や俺とは違う。空気が凍る。下げられていた女の銃口がシャムの眉間に向けられる。女は裏切られたとは思わなかった。ただこの男は堕落したのだと失望した。断っておくが、私はお前を同胞とは思っていない。それが正しい。なぜならお前は、つかの間わずかに会話があった。男は語り、女は無言で聞き流すだけの昔よく交わしたようなものが。気が変わった。やはり、とどめを刺しておこう。なぜ初めから頭を打たなかった。ジンクスだよ。今までお前は何度も被弾したが、不思議とただの一度も頭に当たったことはなかっただろ。激鉄が上がる。女の声にはすでに終わらせた後のような空虚さがあり。不思議でも何でもない。頭を打たれなかったからこうして生きている。俺もお前もただの兵士だからな。うん、知ってるけど、まあ私にとってそういうイメージだったんだ。お前は。はあ。ああ。シャーム！来た。戦闘車両から突進してくる少女の姿をした兵士。劇場に乱れた射撃はそれでも正確に定かの銃を弾き飛ばす。その未熟な姿を見た瞬間、定かは引いた。不愉快な話だが、ここであれは殺せない。コンマの判断であの生き物を仕留めるのは不可能だと受け入れた。単身オフェンスを引き受けたカナンを感情的などと評した自分に舌打ちする。先ほどの少女は極めて冷静だったのだ。本当に感情だけの動物となったそれは、敗北を知らぬ彼女をして純粋な性能では勝てないと引かせたのだから。ええー。